自分が出せると思う機種に座ってここでね1位を取りたいと思います。やっちゃっていいんすね。やりましょう。その日のために僕も積み立ててきた。今日のために今日のために全部行くんすね。今日は解放しますよ。今日解放しますよ。残念、裏切られた。ちょっと一回スロットコーナーもう一回見てきます。あのエヴァよりはいいでしょう。とりあえず抑えます。筋肉も飽きましたよ。この時間からなら終えますから。424なんです。ビッグならまくりプラス1。お、アミーバの切除。お、ノリア、ノリアか、ノリアか、あんたがヒーローだ。いや単発はマジでやめてほしい。頼む。よし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 。私ね、あの左打法もついてるんで。さすがに大丈夫。こんなにパチスロ打って恐怖することなかなかないです。よしよしよし。むっちゃセリフ出る。全然避けない。いやでも大丈夫。1000枚いったみたいです。3連続セリフ。1回も攻撃戦。いや大丈夫でしょ。おー避けたー、かっこよー、ケンちゃん。さあ次の来てよ。本当にこう設定を結果回してると200のゾーンのこのね全長の期待感が全然違うんですよ。あーいいっすね、多分います。だこの安心感、この安心感があるんですよ、こう設定には。まあまだ分かんないですけど、だ今こう設定じゃないかなっていう挙動をしてくれてます。はい、222で200のゾーンですね。あ、アキラゾーン、データ取るの優先して見てないっていうね。アキラは成功させんといかん。アキラは成功させんといかんですよ。させんといかんですよ。ここは大事よ。見ててください。やります俺。お願いします。さあ行くよ。ちなみに俺昨日アキラ使ってます、2回。こんなんでも期待できますからね、アキラは。うまっ、うん、まマジで。お、さすが。大事なのはここからですけどね。でもバルミレーム、こういう決めなきゃいけないところで決めるのが大事ですよね。でまだ上位は行ってないんですよ。いやいや、ハードルがいっぱいあるんですよ。決めなきゃいけないハードル多すぎなんですよ、この台。でもチャンスは掴んでるんで。掴んでます、掴んでます。トータル26本。さあそろそろください、革命ボーナス。今いい音鳴ったよね。さあでもな、俺ね革命の消化っていうのは本当に苦手なんですよ。追い詰められていく感じが。ホールドしねえな。でもね、いけなくもないよこれは。緊張する。いくよ。こっからいけることなんてザラにあるよ。俺はいける、俺はいける、俺はいける、俺はいける。よし俺はいける。あと1回か。あ、まだ、あと1回、頼む。よし、よし、さすが。あー今緊張した。じゃあマジ手に汗かいたんですよ。よう行きましたね今。もうダメかなと思ってました。もう手止めたらダメな気がして止めれなかったっすよ。いやうまいわ。とりあえず1段階目の関門を突破って感じですね。素晴らしいですね。次こそ上位へ。さあ2回目のチャレンジですね、今日 AT の旗あたり2回目。行くぜ。ここでストック貯めようよ。もう怖い思いしたくないのよ俺。さっき俺一人ぼっちじゃないですか。今横にリーダーいるんで、まあ声に出さずとも絶対応援してくれてるんで。よし行くぜ。
よっしゃーよし、いやこっちが緊張する、こっちが緊張する、あと2個いくよ。さあ来い、頼む。すいません。いや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 、まだまだまだ、まあ、出玉作ったことが大きいですよ、まず。そうですね、そんな負けてないんで、まあ、引き戻すかもしれないし、頑張ります。油断してた。おし、おいおい、よしよし、シャオシャオシャオ、あるよ、シャオがいる。頼む、シャオの攻撃。じゃ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 、あーダメや、それじゃダメや、あかん。いや惜しい、いやでも1個乗った、とりあえず。よしよしよし、いやこないだ私はミンパチで生のねクリスタルキング聞いたんだから、頑張れ。よし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 、いや10は行きたいよ、10は。何も引けんな。いやでも別に初代のボクトなんてね、こんななかったですか、 V のシステム自体。それでみんな昇天させおったから、ちょっと早かったかも今の。7連しかしん、いやもうちょっと頑張りたかったですけど、パンチで負けるか。さあ AT5 ですから、やっぱりねしてほしいのは引き戻しです。で、これ見た目今ゲーム数69ですけど、次が、70で、実は、AT5 66ゲームです。だから次ゲームです。いくよ、うわ引き戻した、よし素晴らしい。マジで俺がちょっと俺恥ずかしいぐらい喜んじゃったんです。いやめちゃくちゃすごい。あと1個、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 よし、いけいけ、おー素晴らしい。今ちょっと僕もワクワクしながら気にはしてたんですけど、まさか持ってくるとは。あと1個やるよ、よし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 、あと1個くらいいけんだろう。あ緊張する、マジで緊張するよ。あと1個だから、おこれ強い役だったら、リプレイ止まれ。ああでもこれでもあるっすよ、ストックくればあるっすよ。ちょっとこれね誰が強いとか全然俺分かんないですけど、なんか弱そうだけど、あーあー惜しい、成功すれば何の問題もないん。いきます、スイカ以外だったら確定っすよ。あーやめて、スイカ弱いんすよ、スイカ引くんだったらここで引いて、よっしゃーやったー、
伸ばせるかどうか分かりませんけど、いや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 、もうこの段階で持ちメダル800枚超えてますから、ここから上位ですよ。やりました、梅谷さん、いってらっしゃい、頑張ります。で、まあまあとりあえずやりましょう。いやー、やったぜ。早く行けた方ですよ。投資が26、だいぶ早い。めっちゃ煽ってくるやん。300天井。あ、300天井だ。6だな。赤尾だ。これ高継続率が多分ちょっと優遇されてるはず。今日11月9だからマッツビ9に座ったんですよ。でも別にマッツビ系とかやってないから、だからあんま関係ないんですけど、たまたまうまくいった。今回は余計のケンシロウや攻撃性たまには、初めてじゃない今日。マジでケンシロウは攻撃しない今日。さあこっからよ。保証で終わることだってあるからね。終わるわけないけど、あれ？終わるわけないけど、ほら、ま、わけないから。まあでも早めにドライブ来てくれることもあるんでね。早めに来てくれた方が楽になるよ気持ちが。まあでも保証で終わることだけは避けられた。こんなの当然続くと思ってますから。こんなところで終わってる場合じゃないからね。あ、音違ったね。あ、ドライブ行かない、まあ、だからあんまりまだ行かなくても気にしないですよ。もちろん行ってくれたら嬉しいですけど、頼むぜ。うわー、やっぱ僕の2つ右通りまたドライブ行ってるんで、相当ドライブ率高いと思います。全力を強く意識するときとかは他人のも申し訳ないけど全部数えるんですけど、今日はそういうわけではないです。そういう可能性もあるなと思ってますけど、いるよ。あら、やめてよ、やめてよ、やめてよ。嘘、引き戻しに期待します。はあ、いや引き戻すと信じましょう。7連はダセーな。よし、さあやっとこれで最初の AT にたどり着きます。現在曹東市の方がちょうど3万円です。3万円、あ、全然まだで1回目の7人の悪魔超人、まあ、SP はまだないんですけど、もちろん自力で上位に入れれる可能性もある AT なんでね、まあ、シナリオも大事になりますが、ちょっとここ一発目から大事にしたい。やるぞ、出すぞ、負けんばい。
で、まあ、準備中はレア役で継続ストックの抽選ありますけど、まあ、あと30ゲーム消化で1個ストックっていうのがありますけど、まあまあ30ゲーム消化したりここでレア役で2クランプついたりっていうのは僕は結構今まであったので、ちょっとここもね実はかなり重要だと思ってます。あ、始まっちゃいました。はい、テンパイボイスがへの突っ張りはいらんですよだったんで、頑張って2セットクリアすれば3セット目以降は継続率上がっていきます。7とか8とか来ないかな。さあブラックホールですね、いいシナリオは持ってきてますよ。ただ1セット目2セット目はねシナリオ5以上でも簡単じゃないので、こういうところでメシア役をしっかり引いて3セット目につなげられるか。おお、え、全然行くと思ってなかった。100のゾーンですね。100のゾーンで来るの久しぶりだな。もうこのやれてる感じでそのまま行っちゃいましょうよ。お、二角、お、このチャンスずっと狙ってたんですよ俺、二角っていう。ああ、言った言ったっす。ありがとうございます。よし、いやマジでチャンスゾーンうまいな。追加同士なし、なんだと1000枚残して、ここはここも革命で、よし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 、もうだこれでもうまさに1500枚近くまで行けちゃうわけですよ。でここでそのまま、AT 入れられたらなんかね変な有力感の切れ方することあるんですよ。そしたらもういきなり上位とか行くし、そうじゃなくても上位行ったらすぐもう1500枚持ってる状態みたいになるんで、ドライブ行きやすくなると思います。そこの辺ははっきりしてないんですけど、とにかく AT 入れましょう。メシア役はスイカ、シナリオは生かしたいんですよ。1セット目で終わらせたらマジでもったいない。全然チャンスアップがないぞ。やばい、うわーもったいない。いやー1セット178枚終了です。しょうがないっちゃしょうがないけどもったいなかったですね今のは。シナリオ5以上の AT でした。さあというわけで、まあはい、途中経過それぞれちょっと報告してチームの状況を確認したいんですけれども、はい、平山さん今どんな状況ですか。今私1000枚ぐらいプラスで、1000枚ぐらいプラス、熱い、はい、で今まだ出てるところ、AT 中、AT 中今300点以上で当たって、いやすごい、300点以上やったら6じゃないかなと思ってます。6っぽい、だってアミマ2回セリフ出てて、300点以上、うわすごい、それはある、まあ、あるあるあるで今1000枚くらいプラス、助かる、よし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 、好きや、梅谷さんは今好きやとか言ってそういうところで、いやでもほんまになんかもう、うん、人間として今めっちゃ好きです。本当助かる。じゃあ俺のことも好きになってほしいんだけど、はい、俺は上位はしょぼく終わっちゃったけれども、はい、まあおそらく高設定だと思う、うん、めちゃめちゃ出てる、もうチャンスゾーンの入りが全然違って、はい、しかも417枚浮いてます今。あ、すごい、でもこれ1400枚ぐらいプラス、好きや、はい、やったー、助かれた、すぐ疲れる、すぐ疲れる。僕、ジャグラーがダメやって見切ってでパチンコ行ったら打てそうな感じで今6000負けぐらいです。6000負けぐらい、まあ、嫌いではないかな、はい、嫌いではない、まあまあ、プラス1000枚ぐらいここであると。そう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 、で僕は今筋肉マン、はい、まあ、やっと開いたんでリーダー、いやまだ始まってないですもちろん、はい、始まるまで分回すんですけど、はい、今マイナス3万円です。なので今トントン、まあ、ちょいマイナスぐらいです。よしよしよし、はい、やれてるやれてる、ここはもうほぼ高設定確定、ね、俺もぽい、はい、で、まあ、僕は夢がある、上位に行けば僕もね、まくれる、中間設定ぐらいの上位です。じゃあやれるよ。状況的には今ちょいマイナスぐらい、ちょいマイナス、ただね
今日は1万枚みんなで出したいんですよ、はい、現段階で分かっている範囲で上位のチームと1万枚差があるんで1万枚出したい、出したい、そのためには 1.5 倍になることを考えてもプラス7000枚は出さないかん、はい、まだまだ足りてない、足りてないよ一番マイナスなんでなんかただグッと来ないです。荒井騎手売ってるのに、はい、このマイナスのマイナスで済んでるっていうのはめっちゃいいことだと思うんですよ。そうです、うん、まだ爆発する、おっしゃる通り全員会は爆発しないだけで、そうそうそう、で僕の場合は向かってるんで上位に、はい、打てば打とうと近づいてはいるんで、ちょっと半笑いなんだよな、でも本当にいくのかなと思ってんだよ、大丈夫そうです、この人が一番不安なんだよ多分いやだから、まあ、こういうこと言うのはあれなんですけど、当たってる人が出す責任があるからね、当てた以上は出さないかん、僕も当てたら出しますよ、当てたら出さないかんの、あ、私、私ですか、そう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 、はい、だからしっかり出して頑張ろう、とにかくみんなで頑張ろう、まあ時間があと3時間しかないんで、とりあえずもうあとは分回して、はい、チームでプラス1万枚目指して、はい、いきましょう、頑張るぞ、頑張るぞ、白熱拳、あーもうなんで新しか出てこないの、なんか引け、あ、うまっ今のはうまい、よく頑張った私、うまっ、戦え戦え、あーまたお前か、なんか引け、さすがに無理か、さすがに無理か、本日2回目、あーダメやな、あーむずい、無双転生入れるの、来た、いっとけいっとけ、あーもう一発で決めろ、あーあかん、もうなんか明るくなったらもう7揃っとけ、打ち始めて80回転ですかね、なんか長ない、壊れたりはしてないよねこれ何演出って言ったこれ、えらい長い気すんねんけど、どないやろ、熱っ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 、あー乗りかかってるほんまに、あー熱っ、当たったって言ってもいいよな、ラッシュ取れてるかどうかっていうそこやと思う、救ってみせる、ここでテレレレレレレレやろ、テレレレレレレレ、あ、ない、ない、でも大丈夫やな、あ、大丈夫や、鬼がかってますね、は大丈夫や、あと鬼がかってるんだもん、あーよし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 、はい、オッケー、ふー、もう大丈夫です、よし、早いぞ、総投資 12.5 本ですね、移動して 5.5 ぐらい、はい、手がかかってます、俺のターン、うっかり5万発なんか出ようもんならそれで全て決まると言っていいでしょう、もうここで決めよう、おらおらおら
面白いなパチンコってやつだよ。いいだろう。ネクスト。おお、また2段階。さあ今度は112万パワー、さっきは200万パワー台のあたりでしたけど、良くなってきたぞ動きは。さあまだまだ AT は全然やれてないですけど、少しずつ少しずついい流れになってきたようには感じます。おお、いったいったいった、よしチャンスだぞ。ウォーズマンまで来ればもう激アツ。おお、いった、当たるぞ。いや、なんか4以上の下が出てからめっちゃ当たり軽くなってきました。さあここはもう当たりますね。はい、135万パワー持ちコインです。さあ近づいてきたぞ。でこの台自体は6回目のエーテになります。またシナリオ5以上の下、めっちゃシナリオいいな。さっきは単発で終わらせてしまいましたけど、さあ今回こそはさっきのリベンジだ。ブラックホール、あー、スプリングマンか。3セット目まで頑張ろうってやつね。さあスイカを引きましたよ。あとは正義の文字が出てくれば1セット目はクリアということになります。スイカは引いています。正義で頼む。よし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 、これで V ストック1セット目クリア。見えてきたぞ、見えてきたぞ。いや、いい感じになってきたなと思って。嬉しそう。いや、だってさっきまでちょっと死にそうな顔してたじゃないですか。はい、もう喋る気力もなかったです